皆さんおはようございます。1月3日水曜日です。今日の全国の天気をお伝えします。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は全国的に傘の出番となるところが多くなりそうです。まずはいただいているウェザーリポートから見ていきます。こちらは石川県の美市の方です。おはようございます。雲の形のわかる曇り空、月星見えない空ですが風なく穏やかです。深夜に目の覚める揺れはありましたが、数は減っているのかよく眠れましたといただきました。元日以降揺れが続いている石川県内能美市の方からのリポートです。数も減ってきているということで、よく眠れたというコメントも少し安心しました。お天気としては月星見えない曇り空ということで、石川県内早くもこの時間までも雨の降っているところがありました。この後もだんだんと本降りとなるところ増えていきそうです。では続いてのリポート、こちら埼玉県狭山市の方です。おはようございます。薄白い雲があり、月星うっすら見える状態です。冷え込みが厳しく体感は極寒ですといただきました。現在の狭山市、月も見えている状況です。ただうっすらと雲はある状況ということで、影うっすらのお天気、また体感は極寒と報告いただいています。関東も夕方から夜にかけては雨が降りやすくなりそうです。続いてのリポートを見ていきます。北海道登別市の方です。本日の積雪深は 2.6 センチです。昨日の雨で減りましたが、物差しが簡単に差し込めない氷になっていますといただきました。登別の方から今日の雪測っていただきました。この時間は影うっすら、新たな降雪はなく、昨日でやや雪の量も減ったということです。今日は北海道内比較的穏やかと言える天気となりそうです。ただオホーツク海、日本海沿岸では雪がちらつくことありそうです。ここまでいただいたリポートを見ていきました。ここからは最新気象解説です。予報センターの飯島さんと今日のお天気を見ていきます。飯島さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。さて今日はですね、はい、早くも曇りや雨の報告がありますが、だんだんと雨のエリアも拡大していきそうですね。そうですね。今日は深い気圧の谷に入りまして、西日本から東日本、そして沖縄に至るまで雨が降るところが多くなりそうです。はい、まず午前9時の予想天気図なんですけれども、日本海に一つ低気圧が解析されています。で、実はこれだけではなくて、太平洋側には にも天気を崩す要因があるんですけれども、現在の雨雲のレーダーの様子を見ていきますと、まず北陸の沿岸にはレーダー、このように雨雲がすでにかかり始めていますね。はい、そしてこの雨雲の帯びは山陰の沖合に伸びています。で、それとは別にこの九州の南でも雨雲が発生し始めています。で、この雲、雨雲の変化をこの後時間を追っていきます。これ午前6時から進めていきますけれども、そうしますと午前9時そして12時と発達をしながら次第に西日本から東日本に拡大してくるものと思われます。で、ここに低気圧や前線をちょっと重ねてみたんですけれども、ちょっと場所がずれているな、はい、このような形を予想していまして、天気図にはないんですけれども、日本海側と太平洋側それぞれ別の隠れた前線を伴った低気圧があって東に進むものと思われます。ですから今日は西日本から東日本にかけて太平洋側と日本海側両方から雨が降るということになりそうです。はい、で、北陸地方なんですけれども、特にこの後ですね、夜にかけて雨足が強まりそうです。特に18時過ぎから深夜0時頃にかけて、この低気圧前線の通過に伴って北陸地方の西部、能登半島を含む北陸地方の西部では雨のピークを迎えることになりそうです。特に夜遅くには能登半島でも雷やあられを伴って強く降り、また北寄りの風も若干強く吹くことになりそうです。そして今夜からは今日に比べて気温が下がってきます。はい、ですので体感的にもかなり寒く感じられるようになるというふうに考えられます。はい、
地震の揺れが大きくなっていた北陸地方、少しの雨でも土砂災害につながる危険性があります。また家屋の損壊等被害も大きいですので、今後も安全な場所でお過ごしください。雨雲の動きも要注意となりそうです。その他のエリア、現在も関東などでは星や月も見えている中、先ほども雨雲のシミュレーションありましたが、はい、関東でも夕方以降は雨雲が及んでくるとなると、ゆっくりとやはり西から雨のエリアも拡大していくんですね。そうですね、はい、関東都心を含む関東南部の雨の降り出しはだいたい18時過ぎと考えられます。これが18時の雨のシミュレーションですけれども、はい、18時過ぎになりますと西の方から雨雲が拡大してきて、日付が変わって午前3時頃まで降り続けるものと思われます。まあ、気温は極端に下がることはないんですけれども、やはり日差しがないということで、かなり冷たく感じられる方は多いと思います。わかりました。各地降り出しやや遅いところもありますので、ぜひお帰りでしたりお出かけ先での雨に備えて雨雲をお持ちください。そしてだんだんと雲も広がるエリア増えてくるということで、今日はなかなか一日を通して日差しの出るエリア限られそうですが、気温はどうでしょうか。そうですね、はい、今日北日本が比較的、小康状態といいますかね、はい、こちら天気傾向になるんですけれども、北海道は晴れ間の出るところが多くなりそうです。そして沖縄も晴れのアイコンがあるんですけれども、実は沖縄は午後寒冷前線が通過するために天気の急変、そして急な北風の強まりに注意が必要なんですね、はい、ですから今日は比較的穏やかと言えるのは東北の北部から北海道ということになりそうですけれども、ただ北海道でも北寄りの風は続きますので、オホーツク海側や東北では弱い雪の降るところがありそうです。はい、ということでおしまいにはアイコンでお天気気温ともに見ていきました。この時間は予報センター飯島さんとお天気見ていきました。飯島さん、ありがとうございました。では詳しく各地のお天気アイコンを見ていきます。全国的に傘の出番となりそうです。まずは西日本です。沖縄は朝は晴れますが、昼間はざっと雨の降る可能性があります。九州や中国地方など早いところでは朝から雨の降るところがあります。時間とともに雨の範囲は広がり、四国や近畿でも午後には雨が降り出す見込みです。外出の際は雨具をお持ちください。日差しが乏しく日中も肌寒く感じそうです。次に東日本です。北陸は朝から雨の降るところがあり、午後になると本降りの雨となるところが増えていきます。夕方以降夜には一時的に雨が強まり、まとまった雨になる見込みです。雷やあられを伴う恐れもあります。地震の揺れで地盤が緩んでいるため、通常よりも少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあります。引き続き危険な場所には近づかないようにしてください。東海地方は昼過ぎ以降、関東では夕方以降に雨が降り出します。続いて北日本です。東北は天気下り坂で次第に雨の降り出すところがあります。北部では夜にかけて雪となるところもありそうです。北海道は雲が広がりやすいものの、日差しが届き比較的穏やかな天気です。オホーツク海側や日本海沿岸地域ではにわか雪にご注意ください。またこの時期らしい寒さで防寒が欠かせません。暖かい服装でお過ごしください。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。皆さん、改めましておはようございます。1月3日水曜日のウェザーニュースライブモーニングです。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この時間からも生放送で現在のお天気から今後のお天気、また最新の地震情報などについてもお伝えしていきたいと思います。2日前になりますが、1月1日月曜日16時10分に石川県で最大震度7を観測する地震が発生しました。
また日本海沿岸では大津波警報や津波注意報も発表されました。現在も地震活動が活発な状況が続いています。今朝にかけても最大震度5強の地震も発生しております。現在は気象庁4時20分に震源の深さが12キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードが 4.9 と、今朝にかけても規模の大きな地震が発生している状況にあります。今日はそんな北陸地方、雨が降る一日ということで、特に被害の大きかった能登地方、雨の降る時間も長いと見られています。地盤がすでに緩んでいるため、通常よりも少ない雨で土砂災害が発生する危険性があります。また家屋の損壊等もありますので、雨によってよりダメージの受けるところもあるかもしれません。今日も引き続き安全な場所で最新の情報を確認するようにしてください。ウェザーニュースライブでは地震情報に加え、地震被害の大きかった北陸エリアのお天気もお伝えしていきます。生放送で番組お送りしていきますし、地震がまた新たに発生した場合は速報でお伝えしていきます。ウェザーニュースのアプリからも随時最新のお天気に加えて地震や津波に関する情報もお伝えしておりますので、情報確認の際はぜひお役立てください。こちらはウェザーニュースのアプリです。無料でダウンロードをすることができます。左下3本のメニューバーを押していただき、現在防災のカテゴリーです。地震チャンネル開いていきますと、直近で発生しました地震情報についてまずはご覧いただけます。先ほど4時59分にも最大震度1、人間が揺れを感じるような地震も相次いでいます。昨日からこれまでの時間を含めて200回以上の有感地震、揺れを感じるような地震が発生している状況にあります。今朝日付を回った段階からも34件の地震が起きているということで、そのほとんどが能登地方を震源とするものとなっています。また日付が変わって今日2時21分にも最大震度5強の地震が発生しています。過去の地震情報についても震度の詳細等を確認することができますし、アプリからは緊急地震速報時から情報確認が可能です。そして1月1日の地震では津波被害もありました。津波チャンネルからは最新の津波情報についても確認することができます。万が一津波が発生する危険性がある、また注意報等発表された場合はこちらのコンテンツから情報をぜひご確認ください。改めて地震情報を振り返ってお伝えしました。また現在も1月1日以降、強い地震、強い揺れが続いています。またそれに加えて今日はまとまった雨も予想されています。新たな被害の発生や被害の拡大が懸念されている状況です。現在こちらの番組ウェザーニュースライブでは、通常レベルから一つ引き上げた形、注意のレベルといたしまして、番組の帯の色を黄色に変化させております。今後も北陸地方、最新の気象情報を注意をしながら、最新の地震情報や避難生活での注意点等も番組内ではお伝えしていければと思います。サポーターの方も現地におられる方、不安な夜をまた過ごされたかと思います。ぜひ一息つくような瞬間も作っていただきつつ、もし余裕がありましたらアプリ等からも状況を教えていただけると嬉しいです。そして昨日夕方ごろには、こちらウェザーニュースライブで被災地支援やボランティア支援のため特設サイトを設けさせていただきました。こちら令和6年の能登半島地震被災地支援のための転記サイトということで、被災地周辺の雨や雪、レーダーでの情報やピンポイントでのお天気、被災地周辺の被災状況、また災害時に役立てていただけるコンテンツやニュース記事、専門家による動画解説など、加えて自治体の情報なども見ることができるページとなっております。
こちらぜひお使いいただきまして、今後の情報、お天気や地震、防災情報についても確認をいただければと思います。またご家族でしたりお知り合いの方が現在被災された現地にいらっしゃるといった方は、ぜひこういったサイトがあるよということもお伝えいただければと思います。こちらはすべて無料でご利用いただけます。ウェザーニュースのアプリからも確認をすることができます。普段アプリを使っていただいている方も、こちら被災地支援のための天気サイト見ることが可能となっています。ご覧のようにアプリからも先ほどご覧いただきましたサイト、ウェブサイトと同じくしてニュースでしたり動画の解説等を確認をすることができます。ぜひ新たな情報更新がかかった際にも、こちらからは情報確認をすることができるかと思いますので、日々情報更新のためにも役立てていただければと思います。特設サイトについてもお知らせしていきました。ではここからは今日のお天気エリアごとに見ていきます。ウェザーニュースアップデートです。北海道の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。日差しが届くところが多いですが、次第に雲が広がるところがあります。オホーツク海側や日本海側では沿岸を中心ににわか雪の可能性もあります。ただ各地比較的天気は穏やかで、外出には問題なさそうです。予想最高気温は札幌で2度、旭川では0度となっています。昼間はこの時期らしい寒さです。引き続き防寒はしっかりと行いましょう。以上、北海道の今日の天気をお伝えしました。東北エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。北部は午後に雨の降り出すところが多くなります。夜は内陸では雪に変わり、明日の朝にかけて積雪が増える恐れもあります。南部でも次第に雨がパラパラと降りそうです。外出の際は雨具をご用意ください。予想最高気温は仙台で10度、青森では4度となっています。冬らしい寒さが続きます。暖かい服装でお過ごしください。以上、東北エリアの今日の天気をお伝えしました。関東エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。雲が多めの空です。日中はお出かけにも問題ない天気となります。ただ夕方以降にパラパラと雨の降る可能性があるため、折りたたみ傘をお持ちください。東京の予想最高気温は12度となっています。昼間は日差しが弱く肌寒さが続きそうです。暖かい服装でお過ごしください。以上、関東エリアの今日の天気をお伝えしました。中部エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。北陸は雨が降り、次第に本降りのエリアが拡大します。能登地方では夕方以降夜にかけて降り方が強まり、雷やあられを伴う恐れもあります。引き続き地震の影響により地盤が緩んでいる恐れがあるため、急な斜面などには近づかないでください。東海は昼過ぎ以降雨が降る予想です。予想最高気温は名古屋、金沢で12度となっています。日中はこの時期らしい気温です。服装でうまく体感調節を行ってください。以
上、中部エリアの今日の天気をお伝えしました。近畿エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。北部や南部では次第に雨が降り始め、中部も夕方にはパラパラと雨が降るようになります。初詣など外出は早めの時間が安心です。雨具も忘れずにご用意ください。予想最高気温は大阪、京都で11度となっています。日差しが乏しい分、日中も肌寒く感じられそうです。暖かい服装でお過ごしください。以上、近畿エリアの今日の天気をお伝えしました。中国、四国エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。山陰は断続的に雨が降り、昼ごろに強まることもあります。山陽エリアや四国でも雨が降り出し、本降りとなりそうです。外出の際は傘を忘れずお持ちください。予想最高気温は広島で11度、高知では13度となっています。日差しが乏しいため、1日を通して肌寒さが続きそうです。しっかりと防寒を行ってください。以上、中国四国エリアの今日の天気をお伝えしました。九州、沖縄エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の九州は雨のエリアが拡大し、東シナ海側では雷を伴って強まることもありそうです。お出かけには雨具を忘れずお持ちください。予想最高気温は福岡で10度、鹿児島では15度となっています。北部を中心に日中はこの時期らしい気温で肌寒さが感じられそうです。続いて沖縄です。朝は晴れるものの、日中はざっと雨が降ります。ただ雨は降っても長くは続きません。雨の後は冷たい北風が吹いてくる見込みで、ひんやりとしそうです。那覇の予想最高気温は22度となっています。夜は朝よりも寒くなるため、しっかりとした上着があると良さそうです。以上、九州沖縄エリアの今日の天気をお伝えしました。ここまで今日のお天気、エリアごとに見ていきました。この後はだんだんと雨が降り出し、本降りのエリアも拡大していきそうです。またエリアによっては、明日朝にかけて雪の量もまとまるところがあるということで、今後のお天気、ウェザーニュースのアプリから見ていきます。皆さんもぜひお手元のスマートフォンから操作してみてください。アプリを立ち上げ、レーダータブ、傘のマーク、一番上のタブを切り替えて、見たい情報に切り替えてください。現在は雨雪モードに切り替えています。こちらからは降るものの変化、雨雲、雪雲の動きを見ることができます。北陸地方はこの先雨として降るところが多くなりそうです。ただ内陸は夕方頃からピンクの雪の表現となり始めるところが出てきそうです。いつ頃から具体的に雨が降るのかなどは、ぜひお隣の雨雲レーダーからご覧いただき、雨や雪の境目、そして強まるタイミング等を知りたい際は、雨雪レーダーをご活用ください。その他、積雪のモードや風、また一部地域注意が必要な落雷に関する情報も確認することが可能です。最新の情報、ぜひウェザーニュースのアプリレーダータブもご活用ください。ここまでは今日の全国のお天気をお伝えしていきました。この後、番組は5時30分より再開です。
you